お腹空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。はあ、お肉食べたいな。ん？何かいい？でもお肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど。母さんの肉まん食べたいな。力が湧いてくる。お腹ペコペコだよ。はっ、いやー、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだなんや。あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみゃーが悟空の息子きゃ？僕孫悟飯。そんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れ縁みてえなもんだなんや。はあ、ピッコロに目つけられるとはおみゃーも大変だなんやな。俺もうブルマからよ。孫君の息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよなんてガメガメ言われてまってよ。誰も迷ってまってな。ぜんぜんおみゃーが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったなんや。ここじゃ飯にも困るだがや。まあこの肉は俺が狩りを。そりゃそうだ。おみやをとにかくそういう狩りのコツはちゃんと教え。狩りのコツはそんじゃおみやには鹿はタチロブレさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。し、ちゃんと全部捕まえたぞ。これなら大丈夫だわ。おめえなら帰っちゃう。これでもよ、あんまり長いことさらさら一度戻る。そうだったんだ。そんじゃ食べるものは早く帰りたい。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。孫のやつが生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。雑魚がいるようだな。どこのどいつかわからんが、すぐに片付けてやる。その程度だったか。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにはちょうどよかろう。人間の村か。あのガキを鍛えるには邪魔になるかもしれんな。力が出ないな。おい。ピッコロ、貴様、なかなかの。ああ、神様の。そうだ。その様子では。仕方ないだ。俺は。情けだったら、そのかかってこい。くそ、俺だって。そうか。貴様とは一度手合わせしたことがあった。どうした。その程度か。そうだ、昔天下一武道会でな。ズワリレレレララマカンコーザッポー呼ばれたんだ。俺を見くびるなよ。魔漢光殺法。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだぞ。俺だって、あれからも修行を続けてるんだ。魔漢光殺法。魔漢光殺法。は魔漢光殺法。は貴様の力は大体分かった。少しはやるようになったか。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少。くそー、見てろよ。俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。おお、なんというパワーだ。調子がね。ピッコロか。俺の接近。随分な物言いだ。俺は貴様を信用したわけじゃない。だったらそれが今でも。ほう、貴様に。俺は神様のもとで修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の。貴様が相手ならちょうどいい。俺の力。面白い。相手をしてやる。貴様は天下一武道会で孫と戦っていた。そうだ、あの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。さすがはピッコロ。多少はやるようだがその程度だ。まだだ。これくらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行には。この野郎、調子に必ず貴様をとやってみ。おい。貴様。おい。あやれやれ。いや。一度休憩した方がよかろう。ピッコロ？俺の感じたパワーの持ち主が。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様。卒業試験に自分よりだが今いつまでも悟空修行の成果を。貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。なら大きそうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だった。ここまでか。力の差を思い知ったようだな。おかしいな。バカめ、貴様が修行し俺様が遊んでいるとでも思う。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ。一から修行。見てろよ。そろそろあのガキのようにいい加減。これは凄まじい木の塊だ。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいたらこの調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に1年すぐちまうぞ。はあ、しっぽだ。やった、ついたぞ。あれなんもねえ。なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは。海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違うシャレをサービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プ最高。お前ほら、海王様にとっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様を。オラがシャレをか。海王。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。誰も電話に電話。そりゃ今わしが言った。やり直し。布団が布団だ。笑った。海王様がもう。くそー、お前ただもんじゃないな。嘘つきは地獄に送っちゃおうかな。神が嘘をつくはずありませんぞ。そんな。さて、しごいてやるかな。昔は俺も互角だったんだがな。俺も悟空に比べたら全然ですよ。よし、久しぶりに遠慮しておくよ。昔は俺もよし昔は俺もおめえも来ていたら強っ。俺も悟空にこうし昔は俺もこうし遠慮。俺も修行する。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。やっぱりこのあいつら暴れん坊だから気をつけん。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマジ。僕ここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ。覚えておけ。ピッコロ。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。あ、確か。昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ。木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。準備ができたら俺のところ。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。ピッコロさんもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ僕。Free! つまんな。はあ、うん、やはりやあれ、そうじゃ、ありがとうございます。うわわ、さらば。ほう、どうしよう。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。これくらいにしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ちっ、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しいしごきじゃないぞ。は、はい。くそったれが。よし、いいぞ海王様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃおお、あっさりと、まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟し。でも甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるならた。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。寝る時以外、それに僕なんかが。そうだ、どうせならこのまま家に帰ってよ。よし、ちょっと食べ物を探してこようかな。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。力が湧いてくる。なんか僕がやっつけてやる。お母さん元気かな。母ちゃん、母ちゃん。ないとピッコロさんにバレちゃう。僕でもなんとか勝てそう。こんなところに誰かいるのかな。なんか僕がやっつけてやる。よし、そんなやってみようかな。よし、僕も頑張れたよね。やってみようかな。手応えはあったな。わーい、釣れたせてやる。なんか僕がやっつけてやる。でもなんとか勝てそう。あれ、あなたはどこかで見たような。もしかして悟空さん？僕孫悟飯。そりゃもう。僕はプーアル。全然知らないよ。あの悟空。でもヤムチャ様の話は当然聞いてますよね。そうだった、いけない。ヤムチャ様にごちそうを作ろう。そんなわけで僕もお母さんに何を作ってもらおうかな。やめろー！させないぞ！いつか出会うかも。それに気づいてなかった。まるで天下一武道会で優勝した時のお父さんみたいに。さすがは悟空さんの息子。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも今ヤムチャ様はそれにヤムチャ様はお前が期待してくれるから頑張れる。みんな、いけない、そろそろ助けてくれてありがとう。ピッコロさんは怖いけど、もうちょっとだけ僕も。お父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。あれ？全力で来い。この俺を倒すつもりでな。どうした？俺や。はい。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？死にたいのか？僕の力はもっとすごかったぞ。まだまだいけます。その感情を忘れるな。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。動機がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、この道着って何か文句でもあるのか？ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あっ、しまった。何どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。いでよ、線路。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ2人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。へい。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よーし、ナッパー、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。サイヤ人がきっとピッコロさんも気づいてると思うけど。